Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion.で、ちょっと有益な情報というか、まあちょっと飲み会の席で、なんですかね、うんちくとして話せるような、ネタですけれども、先ほど言った、シネオールとかを、ちょっと掘り下げていきたいと思うんですけども、シネオールはですね、意外と身近にあります、このシネオール、オイゲノール、ミルセンっていうのは。まあどういうものに使われるかっていうと、まあまずシネオールっていうのは、食品添加物だったりとか香料、化粧品ですね、あと、甲虫清涼剤だったりとか、まあ、咳止めとかに使われたりすると、まあ、咳止めとか炎症とか痛みを和らげるような作用を持つとされているので、これはこの、まあ、これ単体だけではなくて、まあ、いろんなものと混ぜ合わせた状態で錠剤にして売っていたりとか、するということですね。でまた白血病細胞っていうものを、まあ、破壊してくれるような作用も持つとされてます。はい。で、まあ、近年多いですね、副鼻腔炎の治療にも、まあ、効きますよと、期待効果が期待できますよっていうような、ことも言われていて、まあ、実際にこういうのも、こういうものに対しての、薬にも含まれているというところですね。で、オイゲノールですね。これはですね、まあ、大きく2つに分かれて、いて、香料とかですね、香水、精油、こういったものに使われるパターンと、まあ、歯科領域で使うパターンがあって、まあ、まず香料の話でいくと、まあ、殺菌だったりとか麻酔薬の成分として使われるというところですね。この医薬品に使われるっていう面もあると、まあ、その他ですね、昆虫、誘引剤ですね。なんかこうベターっとしたものをこうラーメン屋さんとかにぶら下がってると思うんですけども、そういう時に虫が寄ってきますよね。その虫が寄ってくる香りっていうのをこう出すと、オイゲノールで寄ってくるというような効果もと。で紫外線吸収なんかっていうですね、効果もあったりしますし、合成樹脂だったりとか、ゴムですね、輪ゴムとかゴムゴムの実のゴムですね、あのゴムの安定剤だったりとか、まあ、その抗酸化剤の製造にも使われたりするというような、食品以外にもですね、かなりいろんなものに使われていると。で、酸化亜鉛とこうこのオイゲノールをこう融和した状態にすると、亜鉛ユージノールっていうものがこうできると。でこれはですね、歯科領域でいうと、まあ、歯のですね、花粉、まあ、こう歯に穴開けてそれ一時的にこう蓋したりしますよね。虫歯とか治療した時に薬詰めて、一回蓋すると。でそういった時に使ったりとか、歯髄のですね、まあ、鎮痛、消炎作用、使ったりなどもしますと。だから歯科領域でも、こういったですね、バジル由来のオイゲノールを使ったりもするというところですね。で次にミルセンっていうものなんですけども、香料工業ですねにおいて広く利用されます。で、そのもの、まあ、ミルセン自体がこう直接バーンとこう使われる、添加されることもあるんですけれども、まあ、大体他の香料にこうなんていうんですかね、成分を変えて製造をすると。例えば、メントールとか、シトロネロールだったりとか、書いてあるさっき言ったリナロールとか、こういったものの製造原料としてもう根元のものとして使われていると、はい。で、ミルセンを使って、まあピネンだったかな、アルファピネンとかベータピネンとかあるんですけど、このピネンっていうものをとそのなんですかね、熱分解みたいなのをするとこういったものに、ね、もう変化するんですけれども、ピネンはあれですね、松とかトゲトゲの植物に多いものですね、そういったものを熱分解してこうミルセンとかとどうのこうのすると、まあ、こういった、メントールとかシトロネロールとかの、まあ、原料になると。で、それはまた別の領域では合成樹脂のですね、樹脂製造ですね、にもこう使われている成分になるというところですね、ミルセン。はい。まあ、こういったですね、食事
体内に食事として取り込む以外にも自分たちの生活の中でいろんな、まあ、化粧品だったりとか、まあ、薬だったりとか、まあ、歯の治療ですね、あとはまあゴム、輪ゴムだったりとか、いろんなものに、この成分たち、バジルに入っている成分たちは使われているというところですね。はい、で、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラプクシェンのパー。